マイクスウェインはアメリカのエリザベス出身の柔道選手。階級は7 1ラム級。身長1 7 5 c 九1985年の世界選手権では決勝で韓国の安柄根に背負い投げで技ありを取られて敗れるものの2位となった。この時期は日大で稽古を積んでいた。百八十六年のカノーハイと百八十七年一月の 勝利力国際では決勝で小賀敏彦に背負い投げで敗れた。しかし11月にエッセンで開催された世界選手権では3回戦で小賀から大口狩りで効果を取って敗ると決勝でもフランスのマルク・アレクサンドルを判定で下してアメリカの男子選手として世界大会で初めて優勝を果たした。 翌年の1988年ソウルオリンピックでは3位。決定戦でイギリスのケリス・ブラウンに効果で敗れて5位となったが、ブラウンがドーピング違反で失格となったことから3位に繰り上がることになった。1989年の世界選手権では決勝で小賀に背負い投げで効果を取られて敗れた。その後、1972年ミュンヘンオリンピックの K。 重量級で3位となった、ブラジルの日系人である、シアキーシーの娘であり、61kg 級の選手として活躍していた、タニアイシーと結婚すると、1992年、バルセロナオリンピックには夫婦揃って出場するものの、共に、初戦で敗れた。1996年アトランタオリンピックでは、アメリカチームのコーチを務めた。 長男の名はマサトが生まれる前に男の子だと思って用意していた名前である。ありがとうございます。